こんにちは、みずきです。今回は2月のお気に入りをご紹介していこうと思います。はい、ということで今月のお気に入りは結構コスメが多めになってます。では1つ目紹介していきます。こちらのエモリカ薬用スキンケア入浴剤、気分ゆったりフローラルの香りです。これは最近のドラッグストアの購入品で紹介したものなんですけど、もうこの時期の体の乾燥にすごく良かったです。もう一時期ね、本当に体乾燥して痒くなってたんですけど、この入浴剤使ったらもうすぐに乾燥が収まりました。まあ、お肌に合う合わないの個人差はあるかなと思うんですけど、私はねすごいお肌に合っていて、2月かなりお世話になりました。スキンケア入浴剤ということで肌荒れとか湿疹、あとは汗もとかにも効果があるみたいです。まあ、夏場とかは使わないと思うので、この乾燥する時期限定で来年もね使いたいなと思ってます。とりあえずこれは乾燥する季節が終わるまで使おうと思います。はい、2つ目こちらです。オンリーミネラルのミネラルカラーセラム05番です。はい、こちらはリップグロスなんですけど、こんなカラー、カラー自体はねそんなに目立つカラーじゃないんですけど、この透明感とラメ感がねすごい可愛くて、これだけでも使えるし、他のリップと合わせて使うのもすごく可愛いので、これはねめちゃめちゃ気に入りました。ちなみにこの01番と02番もねめちゃめちゃ可愛いんですよ。これはねさっきのと違ってしっかりこう色味がつくので、基本的にはこれだけで使ってるんですけど、意外とこういうカラーがね他にないんですよ。なのでこれもねすごくお気に入りなんですけど、この05番のグラムレッドがねすごく使い勝手が良かったので、こちらをお気に入りに入れました。でも本当にこれ使ってほしいです。あのクレンジングを使わずに石鹸で落とせるようなコスメなので、お肌にもね割と優しい方だと思います。なのでまあ色持ちに関してはめちゃめちゃいいっていう感じじゃないんですけど、それでも使いたくなるようなリップなので2月のお気に入りです。はい、そして3つ目こちらです。インテグレートのボリュームバームリップ N RD5 番です。はい、こちらはねローソンのミニコスメとして紹介したものなんですけど、まあもちろんカラーも可愛かったんですけど、このね細さがめちゃくちゃ使いやすかったんですよ。リップとしてね普通に使うのもいいんですけど、唇の縁取りとしてかなり使えます。ちなみに今日はねこの濃いめのリップを使ってるんですけど、私最近こういう濃いめのリップを使うときにちょっとねオーバーリップをしてるんですよ。なので今日もね最初にこのインテグレートのミニリップを使って、こう最初にね唇の縁取りをしてからこの濃いリップを塗ってます。ちょっとめっちゃ汚いけど、私もともとそんなに唇が大きくないので、かなり濃いリップとかあまり似合わないんですよ。なのでちょっとねオーバーリップしてこういう濃いめのリップを塗るのに最近ハマってます。まあ、普通にリップペンシルとかでもいいかなとは思うんですけど、このミニコスメはカラーも良かったし持ち歩きとしてもかなり優秀だったので2月のお気に入りに入れました。最近ねよくバッグに入れてます。はい、そして4つ目はこちらです。セザンヌのシングルカラーアイシャドウ01番とこちらの03番です。これねどっちか一つにしたかったんですけど、もう選べなかったです。なので申し訳ないんですけど2つお気に入りに入れました。まずこの01番はねもう何にでも合います。こういうもう本当にシンプルなねパール系のアイシャドウなんですけど、アイシャドウのベースとして使うともう本当に目元がパッと明るくなってすごく綺麗に見えます。ちなみに今日もベースとして使ってます。あと目の下にも使いました。なんて言うんだろうな、うるさすぎないパールっぽさなので、多分これは万人受けするようなアイシャドウなんじゃないかなと思います。そしてこの03番は塗っていくとこう意外とふんわりしたような発色、全然奇抜なカラーじゃないので、思った感じと違ったんですよ。もっと赤っぽいのかなと思ったんですけど、ちょっとオレンジ系が強めで春らしいお花のような発色だったので、これはねめちゃくちゃ可愛くて使った瞬間ね即お気に入りでした。本当に想像の何倍も可愛くて使いやすくて春らしいコスメだったので、ぜひね見つけたら手に取ってほしいなと思います。こう見た感じじゃあんまりわかんないんですけど、手に取ってみるとめっちゃ可愛いっていうアイシャドウです。目元にもねすごく馴染みます。うん、これは間違いない。はい、そしてラストはこちらです。アイハーブで買ったバルサミコスです。これはアイハーブの購入品で紹介したものなんですけど、その時はねこれまだ試してなかったんですよ。でその後ねこれをちょっと食べてみたんですけど、もうめちゃくちゃ美味しい。
で開けるとこんな感じになっていて、あんまり見ないようなチューブタイプなんですよ。本当に好きな量をねチュッと出せるので、そこもねすごくいいなと思ったポイントです。でこのね写真みたいにお肉にかけて食べたりとか、サラダとか野菜にちょっとねつけて食べました。酸味もしっかりあるんだけど甘さもあって本当に食べやすかったです。これのせいでね最近めっちゃステーキにハマってます。割と癖もなくて食べやすいので、これなくなったら絶対リピートします。それくらいお気に入りです。はい、という感じで今回は2月のお気に入りをご紹介していきました。今月はね結構コスメの新作がたくさん出たりとか、コスメを買う機会が多かったので、ほぼコスメ紹介みたいな感じになりました。3月はねデパコスも紹介するので、そちらも楽しみにしていてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。